はい、アコギチャンネルです。ギター初心者が短期間で弾ける方法をご紹介します。2ヶ月後に演奏会があります。ギター初心者ですが、2ヶ月後にギターが弾ける方法はありますか、という質問が来ました。初心者だからこそ演奏会でギターをうまく弾きたいですよね。結論から言うと、2ヶ月後にギターが弾ける方法はあります。ただし条件があります。使用コードが少なく、テンポが遅い曲ならば2ヶ月後に弾けるかもしれません。逆に使用コードが多く、テンポが速い曲だと2ヶ月後に弾くのは難しいかもしれません。僕は個人レッスンの生徒さんが短期間で弾けるためにはどうすればよいのかを試行錯誤してきました。その結果、ギター初心者が短期間で弾ける方法を発見しました。今回の動画ではその方法をご紹介します。ご紹介する方法を実践するだけで、初心者でもギターが短期間で弾けますので、ぜひ練習してください。アコギチャンネルでは、他の動画でもギターの有益な情報を投稿していますので、チャンネル登録をしてギターを上達しましょう。ギターで曲を弾くためには、コードを押さえなければなりません。つまり、コードを押さえられないとギターは弾けません。まず最初に曲で使用されているコード名とコードフォームを覚えましょう。楽譜のコード名を見て、すぐにコードフォームを押さえられるように練習しましょう。コード表で確認しないとコードフォームがわからない状態ではスラスラとギターを弾けません。コード名を見てすぐにコードフォームを早く正確に押さえられれば曲がスラスラと弾けます。コードフォームの覚え方は指で覚えるのが確実です。例えば C コードの場合、まず最初に2弦の1フレットを人差し指、4弦の2フレットを中指、5弦の3フレットを薬指と確認して押さえます。次に人差し指を押さえたら中指と薬指が自動的に押さえられるように練習しましょう。C コードを最初に押さえる指は人差し指です。最初に押さえる指を指の基軸と呼びます。指の基軸を押さえた後、残りの指が自動的に押さえられれば、早く正確にコードを押さえられます。人差し指を押さえて、中指と薬指を押さえるという練習を繰り返しましょう。このように指が自動的に動けば完璧です。コードチェンジができるとスラスラとギターが弾けます。逆に言うとコードチェンジができないと曲が止まってしまいます。コードの押さえ方を覚えたら曲を弾いてみましょう。うまくできない苦手なコードチェンジがあれば、そのコードチェンジだけを練習しましょう。例えば C コードから D コードへのコードチェンジが苦手な場合、左手だけで C D C D と繰り返し練習します。早く正確にコードチェンジをするコツは指の基軸です。 D コードの指の基軸である中指を押さえてから人差し指と薬指を押さえます。C コードから D コードへの指がスムーズに動くようになったら、1弦ごと音を鳴らしましょう。指がスムーズに動いても音が綺麗にならない場合があります。音が綺麗にならない場合、次の2点を確認しましょう。指はフレットの近くを押さえているか、指を立てて押さえているか。例えば D コードの2弦が綺麗にならない場合、薬指がフレットから遠くを押さえているかもしれません。その場合、薬指をフレットの近くを押さえて弾きましょう。D コードの1弦が綺麗にならない場合、薬指が寝た状態で1弦に触れているかもしれません。
その場合、薬指を立てて1弦に触れないように弾きましょう。このように音が綺麗になれば完璧です。楽譜を見るとスムーズにギターが弾けます。逆に楽譜を見ないと次のコードがわからないので曲が止まってしまいます。ギター初心者はコードをうまく押さえようとするため、ずっと左手を見ます。左手を見ることでうまくコードを押さえられても、次のコードがわからなければ曲が止まってしまいます。左手ではなく楽譜を見れば次のコードがわかるので、曲を止めずにスラスラと弾けます。左手を見たい気持ちはわかりますが、曲をスムーズに弾くためには楽譜を見なければなりません。最初は左手を見ないとうまくコードを抑えられませんが、慣れてくると左手を見なくてもうまくコードを抑えられるようになります。左手を見ないで弾くコツは指の基軸です。コードを抑える指の順番を守ることで左手を見なくてもコードを抑えられるようになります。しかし、ギター初心者でなくても左手を見ないとうまくコードを抑えられない場合があります。以下の3つの条件の時は左手を見て大丈夫です。コードを押さえ間違った時、押さえ方が難しいコードの時、離れたフレットにコードチェンジをする時、この3つの条件の時は一瞬だけ左手を見て大丈夫です。ただし、一瞬だけ左手を見て確認したら、すぐに目を楽譜に戻しましょう。楽譜を見て弾けるようになると、どんな曲でもスムーズに弾けます。頑張って練習しましょう。ギター初心者が短期間で弾ける方法は以下の3つです。コード名とコードフォームを覚える。スムーズにコードチェンジをする。楽譜を見て弾く。この動画を見た皆さんは、短期間でギターが弾ける方法を知ったので、ギターが弾けないなんてことはありえません。自信を持って練習してください。ここまで見てくれた皆さんに無料プレゼントがあります。ギター上達に役立つマニュアルや、ギター曲のタブ譜の PDF を無料でゲットできます。入手方法は LINE 公式の友達追加をして、キーワードをメッセージしてください。有料級の PDF を無料でゲットして練習に役立ててください。それではこれで終わりにします。現在アコギチャンネルは1000人以上の仲間が登録してくれています。ぜひ皆さんもチャンネル登録をしてアコギチャンネルの仲間になってください。今後も LINE 公式で無料プレゼントをしますので、LINE 公式の友達追加もよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。